前回のあらすじ。前回ブラシで塔を登ったマリサ。ブラシをクリアしたことで残るパレットはオクタシューターだけなのだ。このシリーズもとうとう最終回か。長かったよな。このシリーズも長すぎるけどな。ちょっとマリサ、突っ込むのやめてくれない？せっかくの最終回だから感動的にしようとしてるのに。別に感動的にしなくてもいいだろ。それに今回で最終回かどうかわからないだろ。サムネにデカデカと最終回って書いてあるんだから最終回に決まってるわよ。そんなメタ考察するなよ。そんなこと言うなら小さくハテナマークつけてやるよ。なんで今回が最終回じゃないかもしれねえんだよ。今回はハッキング縛りで登ってもらうから、クリアできずに次回に持ち越しになるかもしれないからな。ハッキング縛りだと？オクタシューターのパレットはハッキングすればするほどカラーチップを集められなくなるからな。つまりカラーチップを集めてうまく登っていかないといけないぞ。でも今までも自主的にハッキング縛りを何回かしてるからそんなに苦戦しないんじゃない？このチャンネル変なチャンネルだな。まあとりあえず挑戦してみれば。きちっか簡単かは一回やってみればいいもんな。最後のパレットなんだからきっと難しいに決まってるんだぜ。でも今回のパレットは得意なシューターだし、サブもスペシャルもめちゃくちゃ使いやすいやつだから負ける気がしないのよね。霊夢がフラグを立てた。これは絶対にグダグダになるやつだ。私の発言でこの先の展開予想するなよ。そもそもグダグダになる気はないし。シューター系はバケツやローラー、ブラシとかと違って一度の攻撃で複数のスケルトンを処理できないから、敵に囲まれないようにして戦わないといけないぞ。もし囲まれてもスペシャルで一気に吹き飛ばせれるから心配しなくていいわよ。任天堂さん、なんで相性のいいスペシャルをデフォルトで設定してるんですか？ありがたいことだろ。そんな雑談してる間に最初の2体倒せちゃったわ。そんなバカな。何で泣いてるんだよ。ゆっくり霊夢がゲーム上手なんてあってはならないことだろ。あってもいいだろ。私はゆっくり霊夢が苦戦するのを楽しみにしながら動画を見に来てるんだよ。マリサって実況仲間だよね。まだ20回のボスだし、今後のステージで苦戦して挑戦に何時間もかかるパターンなんじゃないか。この場に誰も私が1回目の挑戦でクリアするなんて信じてないの？だってハッキング縛りだからな。何も縛ってない時でも3回くらいはやり直してたんだから。私がどんだけサイドオーダーをしてると思ってるの？2ヶ月もサイドオーダーしてるんだから一発でクリアすることぐらいできるわよ。そんなに言うんだったらクリアできなかった時の罰ゲーム考えるか。え、ちょっと？それじゃあ第1回霊夢の罰ゲーム決定会議を始めたいと思います。私の同意なしで怪しい会議始めないでくれる？しかもシリーズものにしようとしてるし、そんな会議始める前にフロアクリアして雑談の時間なくしてやる。ボスのフロアなのにクリアするの早すぎるだろ。アオリイカするなよ。近所の田中さんから人型のやつに勝った時は煽りなさいってマリサと一緒に教わったからね。マリサも一緒になって教わってるんじゃねえよ。異界のカノン新記録更新したわね。霊夢が新記録を達成するなんてあってはならないことなのに。私が新記録達成したら国でも滅ぶのかよ。苦手な右と左のフロアにも挑戦するんだな。今の私ならどんなフロアでもクリアできる自信があるわ。だって最終回だもの。それは関係ないだろ。今までの経験を力にしてこのフロアを攻略してみせるわ。そういうのラスボスの前で言うから熱い展開になるんじゃない？ただのフロアでそれ言ってもカッコ悪いだけだぞ。てかこれと全く同じステージ前回も実況しただろ。なんならさっきの異界のカノンも前回挑戦してたし。繰り返しの多いコンテンツとしてバンしますよ。マリサにどんな権限があるんだよ。で、前回とはパレットが違うからリフォーンの新機種ぐらいの違いだろ。リフォーンユーザーに喧嘩売るなよ。リフォーンさん、案件お待ちしております。絶対無理だろ。そもそも公式 Twitter すら作ってないんだから案件の連絡取れねえだろ。案件の連絡はコメント欄からお願いします。そういうの表でやるもんじゃねえよ。このチャンネルが案件受けるとしたらどんなものだろう。やっぱり漁師からの案件かな。スプラしてるからタコやイカをさばいてくださいって言われるわけないだろ。よし、これで最後のポータルを破壊しに行けるわね。クリアするのが早すぎて雑談してたら終わってるんですけど、タイトルにゆっくり雑談って入れた方がいいかな。新しいジャンル作ろうとするなよ。新記録更新できなかったか。前回私が38秒でクリアしてたからな。早すぎるだろ。チート使ったのか。使ってないわ。動画見返してこい。もう次のステージ始まってるんですけど。このステージはスネークブロックを出しながら戦うステージね。このステージも前回実況したんですけど。タイトルにゆっくり再実況って入れた方がいいかな。また新しいジャンル作ろうとしてるんじゃねえよ。初見の人はこれが初めてになるんだからいいのよ。リピーターの方にも配慮した動画作りしろよ。それにこのステージを実況してるのには深いわけがあるんだよ。一体どんな理由があるんだよ。このフロアを実況しないと尺が足りないんです。よっしゃー、歯食いしばれ。殴ろうとしてこないで。尺が足りないなら他のフロア実況すればいいだろ。それじゃあカット中にクリアしたフロア実況する？クリアしたフロア実況しても何も面白くないだろ。だからこのフロア実況するしかいのよ。もうちょっと尺を考えて編集しろよナウプ主。うわ、登って敵を殲滅しに行きたいわね。どうせ囲まれてやられるだけだろ。やられてくれたら面白いから登っていいんだぜ。わざわざやられに行くような立ち回りするわけないだろ。登らなくても敵が流れ込んできてピンチになってるんですけど。ウルトラキャッチでなんとかなるから大丈夫よ。あとはここで隙間にインクを出してるだけでクリアできるわね。任天堂さん、霊夢が挑戦してる時だけスケルトンの数3倍にしていいですよ。3倍程度で私を止められないわよ。これで28回クリアだな。ラスボスまであと1フロア、29回はさすがに苦戦してくれるだろ。マリサだけだよ。私が苦戦するの望んでるの。
霊夢は29階で自販機を選んだのだったのだ。それでもゆっくり実況者かよ。せっかく29階で自販機ステージ来たんだから甘えさせてくれよ。ネリコインたくさん集まってるからカラーチップをまとめ買いできるな。ネリコイン大量に余らせてても使い道ないしね。真珠に変化できるんじゃなかったっけ？真珠が今7000個くらいあって使い道がないのよ。なんでそんなに貯めてるんだよ。気づいたら溜まってた。さて、いよいよだね。ハチさんのパレットの再設定が終わればもう安心です。ハチさんも先輩も水田も、本当にありがとうございました。そういうのは全部終わってからでいいんだよ。大事なハチのパレット、きっちり再設定しないとな。試合行くぞ、ハチ。試合行くぞ、私。そしてお前らのもしっかりと応援しろよ。ついにそのパレットを持ってここまで来たですか。ハチのパレット、再設定させてもらうぞ。そのパレットで終わり、小箱の覚悟を決める時が来たのです。ハチ、自分自身のパレットをかけて、全力で向かってくるといいのです。さあ、この戦いに決着を。これでお前と戦うのは最後になるのか。応援してるんだぜ、霊夢。これまでの経験を力に変えるんだ。その頭の上に乗ってる板捨ててきなさい。そもそも集めてきたカラーチップが強いから苦戦するわけないでしょ。今回はどんなカラーチップ集めてきたんだ。ピンクダメージのカラーチップ5枚とメイン射程を3枚。メインを強くした方がいいもんな。あと貫通を4枚取ってきた。そんなに貫通する必要ないだろ。おかげで敵を近づける前に全部倒すことができるから余裕で30回まで登れたわ。残りはスペシャルを溜まりやすくしたりしてたわ。ハチのパレット、パワーとムーブのカラーチップが出やすいはずなのに全時のカラーチップ多すぎだろ。ハッキングしてないのに偏りすぎじゃない。やっぱ日頃の行いいいからね。ゲームするときは電気代節約のために照明つけないでゲームしてるし、それはいい行いにカウントされねえよ。むしろ暗い部屋でゲームするのは良くないだろ。みんなは部屋を明るくしてテレビから離れてみてね。ドラえもんの注意喚起のやつするな。第二形態もサクッと倒してやるか。攻撃力が高いから敵を召喚される前にトータル破壊できてるな。小箱さんよ、そんな調子で私を倒せると思ってるのか。小箱もこんな顔のやつが塔を登ってくるの嫌だからわざと負けて早く帰ってほしい。小雑魚はそんなこと思ってないだろ。ないよね。少し不安になるなよ。面倒な敵はウルトラキャッチで対処してやるわ。でかい奴は体力多くて厄介だからいい判断なんだぜ。射程も長いから距離を取りながらポータルを壊せて良いわね。霊夢が運悪かったらもっと苦戦してたのにな。せめてこの撮影の後に犬のフン踏んでほしいよな。それか鳥のフン落ちてきてほしいよな。なんでうんち前提なんだよ。食事中に見てる人もいるかもしれないんだからうんちとか言うなよ。マリサが先にその話してきただろ。さっきから会話が汚ねえな。バリア剥がせてあともう少しで第二形態も倒せそうね。頼む、なんかの事故で霊夢がやられてくれ。そういえば霊夢がやられた時の罰ゲーム会議できてなかったな。しなくていいんだよ。ボス戦で会議する時間があるから今のうちにやっておくか。やらなくていいよ。ちなみに私の案はこれなんだけど。禁止されること多いな。麺類しか禁止してねえじゃねえか。そんなに羅列せずに麺類禁止って書けばいいだろ。世界一週間麺類禁止されても痛くも痒くもないんだけど。次は私が考えた罰ゲームなんだぜ。マリサは1週間食事禁止って書けばいいだろ。じゃあそれで。そんなに軽い感じで私の命を脅かすなよ。霊夢が自分で言っただろ。ついでに私も考えてきました。なんで自分の罰ゲーム考えてるんだよ。霊夢の罰ゲームが一番きついじゃねえか。それじゃ、このボス戦中にやられたら今あげた案全部やってもらうからね。会議してどれか一つに決めるんじゃないの。クリアしないと罰ゲーム中に死んじゃうよ。主に私の出した案のせいでただの自業自得だな。まさか最終回がデスゲームになるなんて。まあイカゲームだし。私タコなんですけど。あなたたちは、最終回だから今までこのシリーズに出てきた人たちが駆けつけてくれただと？私ほとんど覚えてないから何にも熱い展開じゃないだけど。私もほとんど覚えてないんだぜ。本当に今まで一緒に実況してきた仲間か？ちなみに今回の出演料は霊夢の貯金から払ってるんだぜ。一気に熱い気持ち冷めたわ。お前らも駆けつけてきてるんじゃねえよ。手のひら回りすぎだろ。これで最後のポータルね。何かのミスでステージから足滑らして落ちてくれ。落ちたら罰ゲームで私の人生終わるんですけど。いくつか見てみたい罰ゲームあったよな。歩いてアメリカ一周は普通にやってくれよ。絶対やらねえよ。野生のクマと格闘は童話みたいで可愛いよな。可愛くないよ。そんなことより実況しようよ。最後のボス戦なんだから。第三形態と戦ってる画面のほとんどが罰ゲーム案のせいで見えなかったよな。本当に最終回がこんなんでいいのか。今は最後のバリアを剥がして本体を攻撃しているわ。ディスクも2つ集めれているから敵が最後の1つ落としてくれたら嬉しいな。敵が召喚される前に私の力で倒してやるわ。意気込むのはいいけど、ハイパープレッシャー意外と避けにくいから注意しろよ。そろそろハイプレも終わったかな。最後はヒーローらしくキャッチでとどめを刺してやるよ。ヒーローの攻撃方法にキャッチはあんまりないだろ。そもそも倒せてないし。最後くらいはかっこよく決めたかった。これでよし、ハチさんのパレットついに再設定できましたよ。やれやれ、ようやく問題解決だな。これで終わってしまったですね。お前、あなたたちの勝ちなのです。
コダコもやっと関連したみてえだな。これからメリバースはイーダが設計した通りタコたちを救うための世界になるですね。秩序を望んだみんなの願いは叶えられなかったですが、この塔でボスとして生きていくのも悪くはないのです。コダコ、あなたたちが何度も来てくれて、コダコは本当はちょっとだけ嬉しかったのですよ。皆さん現実世界でもお達者で、なのです。あ、でも、たまに遊びに来てくれると嬉しいかもです。ってことで無事、ハッキング縛りでクリアすることができたわ。これであの命を失いそうな罰ゲームを受けなくて済んだわ。どれか一つくらい自主的に受けてもいいぞ。絶対にやらねえよ。今後も気が向いたらサイドオーダーの実況するかもしれないし、ガチマッチとかの実況は続けていくから良ければ見守っていてほしいんだぜ。それじゃあ今までのご視聴、ありがとうございました。ちなみに虹バッジもゲットできました。ハッキング縛りでクリアしたからな。次はカラーチップ縛りでクリアしてみようか。ご視聴ありがとうございました。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。まあまあ